な大変な時期に皆様がおいでいただきましたこと、嬉しくもあり心配もあり、本当おいでいただかなかったらどうしようということもありましたけど、たくさんのマスクの形が見えまして少しほっといたしました。今日のハイブリッドコンサート初めての体験ですが、一生懸命最後まで務めたいと思います。皆様、心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてインターネットをご覧の皆様、こんにちは、三山ひろしでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はインターネットでもこの会場を飛び出して、はいね、もう世界各国でも見れることができるんじゃないでしょうか。う、はい、ですからもうこのコンサートをですね、お楽しみしている方がいっぱいいらっしゃるということで、はい、ハイブリッドコンサート、はい、初めての経験でございますから、うす、もう最初からいろいろとね、チケットの買い方とか、わかるのじゃ。さてさて、頭の悪い田舎大名、それでも今日を焼くか。お主のような人間を船侍と申すのじゃ。そこを抜かしゃれ。あまりといえば、己康介、覚悟。見たくない。
優しい函館一歩ですけど、これから残された歌手人生を大切に歩いてまいりたいと思います。サブちゃんに言われました。声の出る限り歌えばいいよ、俺だって84だけど歌ってるよと言われました。もう少しだけ歌わせてください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はたくさんの皆様にお越しいただきました。本当にありがとうございます。そしてインターネットでもご覧いただきました。本当にありがとうございます。これから2021年に向かいまして、コンサートの形も様々変わってくるかと思いますけれども、私たちの情熱は変わらずに、一生懸命歌の世界を邁進し、そして楽しんでいただけるコンサートを目指して頑張ってまいります。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆様への感謝の気持ちを込めた一曲を最後に歌わせていただきます。あなたにありがとう。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。ときめき皆様、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。